皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドパート14やっていきましょう。今回はラスト1匹の猫を探していきたいんですけど、全く心当たりがないんですよね。透明土管タワーに1匹いたのと、そっちの火山に1匹いたのと、そこのちくわブロックエリアに1匹いて、でもう1匹はこの辺りにいたんですよ。ということはラスト1匹はここか待てよ、そこじゃないか。全部のエリアに1匹ずつということを仮定すると、そっち側が、あ、いた、ほらほらいた。よし、ちょっと巻き舌になってくるぐらい、MK さんも今興奮してしまいましたが、ほらいたということで持っていきましょう。ここだったらすぐですね。なんでこんな簡単な猫を MK さん最初見つけられなかったんで、危ない見つけられなかったんでしょうか。なんかプレッシーでショートカットして入ってきちゃったっけか覚えておりませんが、はい、これでとりあえず1枚荒地の迷子の子猫ちゃんゲットしました。迷子の猫シリーズこれで終わりじゃない？そんなことないなんかこれで終わりな気がする。3個のエリア全部取ったような感じだな。他のところにもいるかな、ちょっとわかりませんが、よーし、じゃあここの最後の一つ社員取っていきましょう。そうすれば荒地のエリアももう来なくていいんじゃない。おっと、進めチクタクアスレチック行きましょう。どうなってる、どうなってる、待って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 、え、うわ、それはむずいぞ。これさ、タヌキかなんかで行った方がよくないか。タヌキに変えてもいいでしょうか。オッケー、全部で20秒しかないのね。はい、このコロコロふわふわを避けて、このコロコロふわふわっていつからいるんだったっけ。なんかギャラクシー2にいたような気もするけど、いなかったっけか。 3D ワールドには絶対いましたよね。ギャラクシー2どうだったかな、忘れてしまいました。やばいやばいやばい。3、2、1、ゼロ、間に合え間に合え間に合え、嘘でしょ、今間に合ったよ今の今のは間に合いました。どうだったと思います、皆さん。ビデオ判定、皆さんが任天堂さんだったらどう判定します。 MK さんだったら間に合ったと思うよ今のはうわ、あと 0.5 秒あったら行ったよ。よし、行くぞ。結構急がないとダメですね。ギリギリのところでもジャンプして進んでいきましょう。はい、こうして、待って待って待って、ここもね、待ってる暇はない、こう行くよ。はい、これで OKOKOK、 あのモコモコより早いですね。そしたら、あー、ばばばば、うわ、もう行くよ行くよ、ご両親ご両親ご両親、あー、危ない、いける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 。はい、3、2、あーた、とっとと、素晴らしい。進めチクタクアスレチック、クリアしました。ちょっと後半日本語になっていませんでしたけども、まあそれも実況ということでよろしくお願いします。よーし、じゃあここの5枚は揃ったな。オッケー、じゃあまた違うエリアに進んでいきましょう。お、待てよ、それさ、もはやさ、マリオさんで捕まえれるとかそんなことはないか。よし、じゃあ猫プレッシー行くぞ。猫になったってことはさ、これなんか壁を登れる、いやそんなことないかあんまり変わってない感じ。スピード上がったとかある、いやないだろうな見た目だけだと思います。そしたら、待て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 、ウサギさん、これさ、内側進むと早いんだけどさ、結構このウサギも内側行くな。お、いいぞいいぞいいぞ。あ、どこ行くの。え、そっちぐるっと回るそっち回るのか、それはちょっときつい。待て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 、あとちょっと、あとちょっとで追いつく、いけ、オッケー。なんか熱戦だったね今の。西のウサギを捕まえてクリアしました。ウサギ終わった、これで。東西南北いるっぽいけど、東西南北全部やったっけ忘れちゃった。そしたら、うわ、クッパさ、なんか前回来なかったんだけど、もう来ないのかな。でも来ないとまずいぞ来ないと熱戦でクリア系がクリアできないので、ちょっとそこは頑張って来てもらいたいですね。おっと、ウサギがまたいました。頑張って捕まえていきましょう。待て、ウサギ待て。ウサギは猫になってないんですね。なんか今回の、いって今回のフューリーワールドは全部ウサギになってるというのがね、あ、ウサギじゃね、間違えた、全部猫になってるというのが特徴でもあるんですけど、ウサギは猫になってないんだねまあウサギが猫になるって普通に日本語的にもうおかしいような気はしますけども、待てよ、どこ行く、これ追いつく、そこ曲がるかな、そっち側行くかな、曲がるね、曲がったね。待て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 、プレッシー、うわ、フューリー来たなんでこのタイミングで来んの。待て待て待て、ウサギ取っときたい、ウサギ先に取っときたい、フューリー来る前に。そうしないとこれフューリークッパいなくなっちゃうよ、せっかく来ても。オッケー、はい、とりあえずこれで湖のウサギを捕まえてクリアしました。そしたら待てよ、そしたら、あー、来ちゃったね戻ろう、一番最初のエリア、前回キノピオ隊長がいたところですね。あそこの熱戦でクリアをやっていないので、そこを壊してもらいましょう。よし、クッパ来い久しぶりですね。これ変わってないか、クリア前とクリア後で全然クッパの様子は変わっていませんね。なんか強くなってる、何これ、
待って、何これ何これ何これ何それ何それ、行きたい、待って、それどこそれどこ、待って、あそこだ、行くぞ、なんだあれ、え、黄金の島みたいなやつがある、行きたい行きたい、待って、熱戦でクリアやりたかったけど、その前にあそこ行きたい、 MK さん、ほい、オッケー、あー嘘でしょ、猫猫ちゃん、あー間違えた、猫ちゃん猫ちゃん猫ちゃんで、はい、ここ上に上がって間に合うかな、やばい炎が、やめて、オッケー、はい、ここドカンと飛んで間に合う、オッケー、え、なにこれなにこれ、え、いけるよねいけるよね、え、なにこれ取るよ1枚、はい、オッケー、なんなんだろう、ラッキーアイランド1、ラッキーアイランド、なんだそれは新しい要素が出ましたが、これは何、え、1枚しか取れないの、5枚一気に取れるんだと思ったけど違う、クッパさん、え、クッパさんがいなくなるとラッキーアイランドもいなくなるという解釈でよろしいですか、だとするとこれ真っ逆さまじゃない、あー真っ逆さまだうっそ、え、じゃあ熱戦クリアできないじゃんまあまあいっか、ラッキーアイランドとかあるんだ、へぇってことはあれを5回やんないといけないんだな、今1回やったから残り4回ですね、頑張っていきましょう、そしたら透明島久しぶりに行きましょうか、ここ全然クリアしてなかったよね、はい、透明島青コインをすべて集めろやっていきましょう、うわむずいぞこれ、覚えゲーじゃない、覚えゲーな気がする、はい、走って走って走って、わわわわわ、きついぞきついぞきついぞ、ガボンいる、あ、ガボンはいない、ガボンがいないんだったらなんとかなるかもしれません、はい、まっすぐ進んで、ここ段差ですよね、はい、段差まっすぐ進んで、お、スターが出たよ、スターが出た、あー、これ落ちて、落ちるのが正解ね、待って、スターが出たけどそんなの取ってる暇はありません、はい、まっすぐ進んで、待って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 、これで終わり、オッケー、待って、終わりじゃない、終わりだ、やばいやばいやばい、終わりだと思うじゃん、終わりだと思ったけど終わりじゃない、はい、でこう来て、待って待って、あー、何それ何それ、やべやべやべ、時間がない時間がないぞ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 、マリちゃん急げマリちゃん急げ、オッケー、オッケー、もう緊張するんだよないちいち、はい、そしたらそっち側降りていきましょう、透明な足場がちょっと邪魔でしたが、あれ、あー、あったあったあった、タイ、いいですね、今回ペースいいですよ、青コインをすべて集めろをクリアしました、これであと2枚か、結構取ってないな、熱戦でクリアやったっけここ、そこも忘れてしまいましたが、一旦出てからもう一回入れば追加される、はい、一旦出て、もう一回入っていきましょう、どうだ、あー追加されないね、そしたら何やろう、うわ、フューリークッパー出てこないと熱戦でクリア系ができないんだがじゃあそこの鍵やるか、さっきあのチラッと見えてましたね、鍵のところに向かっていきましょう、いこれなんかスピード上がってんのかな、上がってない、猫プレッシーになっても何も変わらないだとしたら、あー待って、なんかあった、だとしたら何なんだという感じですけども、ここのアスレチックもクリアしていきましょう、なになになに、おーっと、そういう系か全部倒すやつね、 MK さんそれは得意よ、はい、猫でコロンコロンと倒していきましょう、このねタワーになってるやつは猫とか尻尾だと倒しやすいんです、あー痛いなんでなんで最後食らっちゃったの、ベルそんなにないんだから貴重なんですよ、激闘入江のボトボックスバトルクリアしました、ボトルボックスとか今言おうとしました、関係ありませんね、はい、そしたらまた上か待って、フューリークッパのところやりたかったんだけど、いやクッパが出てくるまでの時間伸びてないか、そうだよね、クリア前よりもクッパが出にくくなってる気がする、よし、じゃあ行こう、カゴの鍵を探す、危ない、カゴの、あ、え、これもらえないの、あ、もらえたよし、じゃあこれで行きましょう、これで行かないと取れないところとかにありそうですね、はい、鍵ありませんか、はい、とりあえずダッシュしてジャンピング、ないな、とりあえずないな、はい、ジャンプして、鍵ありませんか、あったら欲しいんですけども、鍵下かな上かな、え、下かな、待てよ待てよ待てよ、来ちゃった、ここまで来ちゃった、え、うわ絶対その中だったでしょ、絶対ど、うやべ、雨降ってる、おっと鍵あんじゃないですかえ、これ何、これちょっと待って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 、オッケー、これ何、持って帰んないといけないの、それはそれはきついぞ、うわ、もうここここ前もフューリークッパ来たよね、やめてよそれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ここ丸見えなんだって、ここクッパさんから丸見えなんだって、近い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 、
待てよ。丸見えなのさ、ここ。やめて。この辺、危ない。よく食らわなかったな、今。はい、そしたら、まっす、危ない。本当危ない。こう来て、こう、待て、やべ。フューリークッパいなくなんないでよ。熱戦で発掘1個ぐらいクリアしときたいんだって、クッパの力使って。はい、危ない。いいよ。え、なにこれ、ここ通るのが正規の方法で合ってます？なんか、外側にあったかな、ルート。ああ、やばい。ここにいれば大丈夫？はい、ここでとりあえずガードして、いいぞ。フューリークッパいなくなんないでよ。あ、やべ、え、待って、足場が崩れそう。足場が危ない。崩れそうな雰囲気を今、醸し出していましたが、やべ、これ取っちゃうとさ、クッパいなくなんじゃない？これ取っちゃうとクッパいなくなるよね。しょうがないもん。取っちゃう。カゴの鍵を探せ、クリアしました。いなくなっちゃう？どう？まだいる？わかんないけど、とりあえず、ここの旗は立ちました。どうなるでしょうか？あー、いなくなっちゃった。もう熱戦で、もうタイミング悪いな、いつも。よーし、じゃあ今回はじゃあ、これぐらいで終わっておきましょうか。次回はじゃあ、フューリークッパを待ちつつ、また猫シャン集め頑張っていきましょう。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。